どうも、続きです、はい、さあ今回ですけれども、初心者がプロみたいにかっこいいバッティングフォームになるポイントについてお話ししていきたいと思います、はい、皆さん、なんであんなに上手い人っていうのはかっこいいバッティングフォームなんだろうと思っていませんか、はい、そして私もあんな風に綺麗なバッティングしたい、綺麗なバッティングフォームになりたいと思っていませんか、はい、そこでですね、今回私ここを見直していただいたらめっちゃかっこいいバッティングスイングになりますというポイントをお話ししていきたいと思います、はい、かっこいいスイングというのは結局は無駄がないスイングでございます、はい、無駄がないということはしっかり自分が持っている力をバットに伝えることができ、そしてボールも遠くに飛んでいく、そういうことになっております、はい、なので私は今から皆さんにそんな一石二鳥のお話をしていきたいと思います、はい、めちゃくちゃお得なお話です、はい、ぜひ動画を最後までご覧ください。はい、では早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速今からバッティングスイングやりますので、どっちがかっこいいスイングでしょう。正解は1番です。さあ皆さん、どこがポイントだったでしょう。まあいろいろなポイントあると思うんですけれども、はい、今回私がお話ししたいポイントはこちらでございます。ででーん、軸足。詳しく言いますと、この足首より下の部分ですね、はい、この足の部分です。これがですね、かっこいいスイングになるかそうじゃないスイングになるか、まあ、イコール体重がしっかり乗ったいいバッティングフォームになるか、まあ、そうじゃないスイングになるかっていうことなんですけれども、はい、よく皆さん母子球で回せっていうふうに言われたことはありませんか、はい、この回転する右足の母子球、母子球というのはこの親指の付け根のあたりですね、そのあたりを母子球と言います。そこでこう回転しろっていうふうに言われてると思うんですね、はい、なんですけども、その回し方がですね、今からやります、かかとの位置に注目してくださいね、はい、ここにつま先があって、振り終わった後のかかとの位置がこう横に来る、この形、はい、この回転の仕方、母子球で回転してるっちゃ回転してるんですけど、これだと後ろに体重が残ったままになりやすく、さらにお尻もこう落ちたような感じになります。よく骨盤の前傾と後傾って言いますけど、こう後ろに下がったようなこういう形になりやすいです。これがですね、かっこいい人たちの打ち終わりはどういう形かって言いますと、こういう形です。ほう、だいぶかかとが立つんですね。はい、もうまさにこの最初にあったこのつま先の位置の回転したら真上にあるぐらい構えてステップして、どうですか、結構真上にありますよね。はい、全然違いますね。こうなることによってしっかり前のこの股関節に体重が乗りやすくなりますし、この内転筋がこうよくね、締めて打てっていう風に言ってますけど、この感じっていうのがすごい掴みやすくなります。じゃあ一回やってみますか。はい、じゃあですね、まあ何も考えずに一回振ってみてください。じゃーんじゃーんじゃじゃじゃーんじゃん、はい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 、まあ大体こうなると思うんですね。じゃあ振り終わりで止まってください、もう一回、はい、はい、ストップ。はい、こうなった時にですね、この足の回転の仕方ありますよね。今ここにつま先があって、で回転してくるとここと、この感じではなくて、まあかっこいいフォームにするためにはですね、こっちにまで持ってきた方がいいですね。ここ、かかとをこういう感じでちょっと元に戻してもらって、回転の仕方がこうこう、そうそうそう。で今すごいここどうですか。ここがなんかめっちゃ締まってきつい感じがします。はい、股関節がきついです。股関節きつい、きつい。じゃあさっきのかかとがこっちに来る感じで、最初のやつバージョンやってもらっていいですか。はい、これだとどうですか。全然きつくないです、何も。はい、内転筋使ってる感じがあんまりないと。かかとを上げた方がなんかすごい足が締まってる感じがします、はい
っていうことはですね、しっかり前に乗ってるってことなんですね。じゃあ、 最終的な形が振り終わった後にこうなるようにちょっと振ってみてください、はい、はい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 、なんか近くないですか？かっこいいスイングに近づいたんではないでしょうか？どうですか、感覚的に？なんかすごい内ももが締まって、はい、なんかお尻の筋肉すごい使ってる感じがあります。あ、ということなんです。なんか最初のやつってこうかかとでが後ろに来るバージョンで、こういうのって、まあ、ここがしっかり締まりきってないと。まあ、なんでかって言ってこの前の股関節のこの乗りっていうのがすごい甘いんですね。でそれが母子球でこう回転してくるんですけど、まあ、最終的には母子球よりはなんかつま先立ちみたいな、親指で立ってるみたいにならない？うん、そう、感覚的にはそんな感じです。そういう感じに蹴ってるんですよね。母子球でくるってこうやって回ってるっていうよりはなんか蹴り上げてるみたいな、なんかそんな感じで、もう一回、そう蹴り上げて、で前で止めるみたいな、ステップして、うん、なんだかちょっとぐるぐる回りすぎなんですけどそういう人はですね、ちょっとライトの方向に打とうかなみたいな、ちょっとあっちにくるくる回りすぎなんで、あ、ライトの方向に打とうかなみたいな感じでやってみて、うん、あ、そうどうです？ここすごい、ここに乗る感じありません？あります、まあ、ここにっていうのは左の股関節ですね。よくこう締めてこいって言ったりすると思います。でこの左の股関節に乗るとか右の股関節に乗るっていう話って結構してると思うんですけど、左の股関節に乗るっていうのが難しい人って単純にこう後ろに残りっぱなしだったりするんです、体重がこう、だからここが締まってこない。なのでそれをこう前にしっかり体重をこう前に乗せていく、でここでしっかり締めるっていう感覚をつかむっていう目的の意味でも、この足の回転の仕方をこういう回転の仕方じゃなくて、今こうつま先より後ろにこうかかとくるじゃないですか、はい、こういう回転の仕方だって、これお尻落ちてる感じもすごい分かりますよね、こういう風に、うん、これがちょっとかっこよくない原因だったんですね、はい。これを初めて、じゃあこのかかとをこう真上にね、このつま先の真上にかかとが来るような感じで回そうと思ったら、もしかしたらちょっとこう前傾姿勢になっちゃうかもしれないんですけど、こう前に行くんで最終的にこう斜めになっちゃって前に突っ込むみたいな形にもしかしたらなることもあると思うんですけど、なんかそれはもうちょっとこう誰かに見てもらいながら、前に突っ込む、こういう前傾になってるのはちょっとこうまっすぐするみたいな意識で練習するのはちょっと必要かもしれないです。じゃあ実際に打ってみましょう。じゃあですね、かっこいいフォームとそうじゃないスイングやっていきたいと思います。じゃあかっこいいやつから、はい、ポン、よいしょ。まあ、結構ですね、右足の使い方がね、小学生で多いんですよ、よく見てるとこういう感じの、はい、あ、ごめん、こういう使い方、一生懸命回ってるんですけどね、こう膝が曲がってこうで、お尻がこう、これだとやっぱ体重が使えないんで、やっぱ見てもらったら分かる、なんか 手で打ってる感じしません？手で頑張って回して足が回転してるっていう感じで、全然この辺の力使えてないんですね、この下半身の力が、まあ、だからそれをしっかり下半身のこの体重移動を行うためには、まあ、最終的に親指がこういう感じ母子球で回るんだけど最終親指で立つよみたいな感じなんですよ。まあ、今回それが言いたかったって感じですね、はい。なんか普通に打ったとしてもこうで、ここがちゃんと締まってくる感じなんですよ。その感覚がなんかつかめないとかいう人も多分後ろこうなってる、結構やっぱお尻がこう落ちちゃうとね、かっこよくないんで、最初はそのこの真上に上げて最後親指一本で立つみたいな感覚を、まあ、慣れてない人がやると、まあ、こんな感じになっちゃうかもしれないんですけど、ここで締まるっていう感じ
これが難しいみたいですけどね。そうだね、難しいんですけど、なんかまあそれも要練習かなみたいな、はい、というような感じでですね、まあかっこいいスイングになっているところがよく分かったんではないでしょうか。でも明らかにこれはかっこよくないってことは分かりますよね。そうですね、うん、それは分かる。お尻が落ちちゃってこう後ろに残っちゃってるみたいな、これはかっこよくないんで、こっからお尻をこう上げていくと、うんうん、で最終こうパーン、これはかっこいいですね、はい、という形になるポイントはどこかっていうと、このよく言われる母子球で回れっていうのは、まあ、そうっちゃそうなんですけど、母子球でこれも回れですし、母子球でこれも回ってる、でここがちょっと使い方の違いで、まあ、ダサくもなるしかっこよくもなるよと、はい、いう感じなので、まあ、ちょっともしかしたらコツつかむまで時間かかるかもしれないですけど、結構プロ野球選手とかも見てもらうと最後ねこういう感じで回ってる人多いと思うんですよ。でこれねしっかりこうやることによっても体重やっぱりしっかり前に行きますんで、その分しっかりこのよく私が言ってるね飛ばすための体重移動っていうのも、この足の使い方ができれば体重移動が自然とできるようになりますので、打球も自然と伸びていきます、はい、ここの使い方一つで飛距離全然変わってきますから、全然ボール飛ばないんです、外野の頭越えたいんですっていう人は、軸足のこのつま先の使い方をマスターしようとしてくれるだけでもだいぶ変わってくると思うんで、はい、でもこれあんまやりすぎるとこうね簡単に体重移動ができてしまうので、前に突っ込みやすくなるっていうこともありますから、はい、まあ、そこはね当たり前ですけど練習が必要です、はい、はい、というわけで皆さん最後にグッドボタンタイム、ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。